ーニャ、少しは掃除をしてください。今いいとこにゃ、もうちょっと待つにゃ。さっきから何をしているのですか？くの一名探偵の必殺技を考えてるのにゃ。犯人を一網打尽にする超クールなやつにゃ。私に折檻されるのがいいか、宮川さんの拳を頂戴するのがいいか、選んでください。どっちも選ぶの嫌にゃ。それを言ったらシルだってサボりにゃ。シル、そういえば朝から見かけていないような。ただいま。おにゃ、なんにゃその格好は。え、極東の着物だけど。そういうこと聞いてるんじゃないにゃ。ミャーたちに仕事をしつけて何してるにゃ。あなたも仕事をしていません。知り合いの人からこの着物をもらったんだけど、今着方を教わってきたところなんだ。ほら、新年はこういう格好をした方がお店の話題にもなるかなって。そんな理由でミャーたちに仕事を押し付けたにゃ。繰り返すようですが、あなたは仕事をしていません。着付けっていうのかな、それが思ったより難しくって時間がかかっちゃったんだ。人の話を聞けんにゃ。でも着てみて分かったんだけど、極東の服ってよく考えられてるんだよ。装飾品で全然違った印象になるんだって。装飾品？そんな角の装飾があるようには。帯や帯締め、履物や半襟、そんな小物で礼装にも普段着にもなるらしいんだ。なるほど、全体の調和で印象を変えるということですね。だから人の話を聞けにゃ。アーニャの服も極東のものだから、ひょっとしたら同じことができるかも。うにゃ。探偵って変装もするんだよね。だったらいろいろ印象が変えられれば。にゃにゃにゃ、くの一名探偵にぴったりにゃ。そこらへん詳しく教えるにゃ。うん、もちろん。早くするにゃ、千変万化のくの一名探偵が誕生するにゃ。掃除をするのは私一人ですか？